待ちに待ってた楽しい日がやってきたよ。暑ー、久々のサングラスがぴったりに。行ってきます。はい、皆様こんにちは。ことぶきみなこのパンパンマジことぶきということで、今日は友達と約束があるので、その前にちょっとぶらりお散歩してみたいと思います。マジことぶき、見てください。たくさんね、イギリスにはこういった街中にピアノがあって、いつでも本当は弾けるようになっております。デザインがね、かわいいなぁと。のプラットフォーム88、おっしゃー。はい、今日はトトナムコートというエリアに来ております。ちょっとね、私の懐かしい思い出の場所巡りです。ここの本屋さんも昔兄と確か来たか通った記憶があるなと思うので、ちょっとだけ覗いていきたいと思います。すごい数のハリーポッターシリーズですね。かわいい。これはラッピングペーパーですね。すごい。禅の本ですね。日本だ、日本。やっぱ結構皆さん瞑想とかお好きなので、そういう本かな。お、こっちは日本のことがたくさん、やっぱマインドフルネスのこととか。かわいい、ジャパンエモジ。あ、買いましたよ、このキュッケの本。すごい人気なんですよね、こっちで。ライフスタイル的な。さあ、そんなこんなで懐かしの場所を巡ってるのですが、あー、見えてきました。こちらをぜひご覧いただきたい。あい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 、ただーハリーポッター。はい、こちらがハリーポッターの劇場です。かっこいい。入り口がここなんですけど、1幕と2幕の間にここですごい大行列で並んだ記憶があります。ここでチケットを引き渡しをして、その上でこう劇場に入っていくような形になるのですが、日本とやはりちょっと違うのは、もう劇場の外観から何からもうその作品の世界観に染まるというところですね。はい、もうなんか圧巻。ここに帰って来られる日が来るとは。もう私自身も見たのが2年ぐらい前とかになるのかな。なのでちょっとあやふやな部分はあるんですけど、ハリーたちが大人になって子供たちが主人公のお話です。なので元々のハリーポッターを知ってたら多分より楽しいし、映画のキャラクターたち、本のキャラクターたちももちろん登場しますし、その上でこういろいろ明かされていくというか、今だからこそ語られるみたいなものがたくさんあるので、ぜひともチェックしていただきたいなというふうに思います。またいつかね、この劇場の中で見られる日が楽しみです。もう本当に何回話すねって感じなんですけど、この劇場がね、もうあのパレスって書いてるところまでなんですけど、もうね、街並みと超ぴったりで圧巻です。素敵、美しい。見てください、チャイナタウン。
時間がないので見て回れませんが、タピオカ屋さんとかたくさんあって楽しそうです。なんかすごい広い自由なところです。めっちゃ音楽が楽しい。チップを入れたかったんですけど、現金がほとんど細かいのがなかったというショックな出来事がありました。なんかいろいろ間違えて歩いてた結果、あそこにチャイナタウンの入り口があります。また今度ゆっくりしたいと思います。こちらも、はい、劇場です。もう結構前の時も気になってたんですけど、まだどんな話か知らないのでいつか見てみたいなと思います。またちょっと様子が違う劇場ですね。これが噂のピカデリーサーカスです。ここはすごいわ、人が。そして絵に描いたようなロンドンですね。ここも劇場かな。本当に各劇場がおしゃれです。あの奥に見えるのが有名な何かなんですよ。後で調べます。いいね、ロンドン。めっちゃ圧巻な、何、城なの、ここは城なの。マジことぶき。いろいろ気になるところがたくさんあったんですが、もう本屋さんもたくさん可愛いし、めっちゃ素敵やしなんですが、これから約束があるので行ってきます。ということで、楽しんでいただけていたら幸いです。ことぶきみなこのパンパンマジことぶき、この辺でバイバーイ。